どうもこんにちは。今回はですね、トムトップというサイトから、サンプルをいただきました。トムトップさん、ありがとうございました。今回ですね、初めてこのトムトップというサイトを知ったんですけれども、海外のサイトではあるんですが、一応ですね、日本語対応をしてます。日本語対応してまして、ですね、携帯電話から家電、おもちゃ、アパレル、アウトドアと、いろんなジャンルを取り揃えてます。今回はですね、サンプルとして5つの商品をいただいたんですけれども、全部をですね、いっぺんに紹介するというのはちょっと難しいので、今回はですね、この2つご紹介したいなと思います。まず最初が、BRS というメーカーの、ガスランタン BRS55 となってますね。一応こうやって横を見るとですね、弱火と強火と調整はできるようになってるみたいです。あとは、この点火口と、なんだろう、ガスの強さを調整するところですかね。で、開けてみると、こんな箱に入ってます。一応ですね、こちらの中もクッションが入ってます。こんな感じになってますが、どうでしょうね、物は結構しっかりしてそうなんですけどね。こっちがガスとつなぐところですよね。で、この中に点火すると、これの火のつけ方なんですけれども、まずはここで、開けますよね。ここで口を開けて、ここのえぐれてる部分にこう火をつけると、この火が中まで入ってガスに点火するという感じになってます。とりあえずはつけてみましょうか。さあ、これに、こんな感じでつきました。こんな感じでですね、一応弱火にはできますね。火力調節はちょっとだけどできるという感じです。上の部分はですね、空洞になってるんですけども、さすがに空洞のところに手をかざすと熱いですね。火なんですけども、結構安定してついてますね。問題なく使える感じではあるんですが、ただですね、やっぱり明るさとしてはですね、ろうそくよりかは明るいのかもしれないんですが、だいたいそれぐらいのものなので、これ1個で夜をしのぐっていうのはちょっと難しいかもしれないです。こういうのってやっぱりね、雰囲気のものだと思うので、雰囲気はだいぶ出るんじゃないかなと思います。このランタンを使うことによって、こういう風に影ができてるっていうのがちょっといいなと思います。あとはですね、これを消すときなんですが、単純に、弱火にしていって最後締めるだけですね。はい、こんな感じで消えました。このランタンなんですが、明るさとしてはですね、これ1個で夜を過ごすというのは難しいとは思うんですけれども、いいところとしてはですね、このガス缶、さっきご覧いただいたようにですね、炎としては結構ちっちゃい炎なので、このガス缶をなかなか消費しないんじゃないかなと思います。なので、燃費を考えるとこれ結構いいんじゃないかなっていう感じです。さあ、ということで次のものいってみましょうか。次がですね、 BRS H22。 これ見てわかる通りですね、今の時期なんですがストーブです。いいのか悪いのかわかんないんですが、 1050W となってます。で、中を開けるとですね、説明書があるんですが、これが点火する場所かな。さっきのランタンで言えば、えぐれてる部分だと思います。ここに点火するってことでしょうね。
こっち側には組み立て方が書いてあります。全部中国語なんですが、組み立て方に関しては問題なく分かるような感じですね。中身はですね、こんな感じの袋に入ってます。さあ、じゃあちょっと組み立ててみましょうか。パーツはこんな感じですね。これとこれをこうする。このナットを外さないといけないんですね。まずナットを外してこれをくっつけてこうですね、こうしてこれをナットで止めると。このナットは奥まで入れてもいいんでしょうね。奥まで入れて、でその後にですね、ナットを入れたら今度はこれを回して入れるだけですね。で、ここにこれで蓋をすると。これね、結構大きいですよ。じゃあこれもつけてみましょうか。これもなんか同じような感じでつけるようになってますね。さあ、じゃあですね、これにも火をつけてみましょうか。こんな感じでまたシューッと音がしますね。お、つきましたね。今ですね、このストーブからだいたい50センチぐらいは離れてるんですが、あったかさがすごい伝わってきますね。なんかこうガスストーブってあったかいのかなってちょっと不安ではあったんですけども、思った以上にですね、熱がこっち側に来てる感じです。この辺だともう普通に暑いですし、これぐらいでも暑いな。やっぱりガスなのでテントの中ではですね、換気に気をつけないと使えないんですけども、お風呂でもこれ十分暖かいと思いますね。一応強くしてみようかな。今これで強にしてるんですが、さすがに今の時期はこれ強は無理ですね。暑い。まあでも一応最大火力にしてみましょう。最大火力にするとですね、今もう分かる通り、この上の方にですね、炎がバーッといってるような感じです。熱っ、熱っ、熱っ、熱っ。キャンプに行って暖を取るっていうのは今までは焚き火ばっかりでした。焚き火ばっかりだったっていうのはもう焚き火しか暖を取る方法がなかったっていうことなんですけども、結構ね、夜中とかになってくるともう薪も全部使っちゃって、燃やすものがないと。まあ取りに行けばですね、燃やすものは手に入るんですが、なかなか暗くて行きにくいっていうことが多々ありました。でそういう風な感じでですね、もう薪とか燃えるものがなくなっちゃって、でも暖を取りたいっていう時にこういうものがね、1個あればだいぶ便利なんじゃないかなと思います。組み立て方も簡単ですし、このオーディカンさえあれば暖が取れちゃうっていうのはいいですよね。結構ですね、これ手と比べてもらうと、ある程度大きいのが分かると思うんですが、こうやって両手でやっても十分あったかくなる感じです。これは結構いいものをいただきましたね。でですね、一応こっちの方は、このキャップがついてます。これで、この中を保護するような感じですね。まあこの注意点というか懸念点としては、今これ新品ですから、このナットとかもちゃんとはまって、このストーブの部分もちゃんとね、こうぐるぐるはまったんですけども、これがずっと使っていって熱を持ってこうちょっと形が歪んできてしまった場合、そういった場合に、しっかりとこうはまってくれるのかっていうのはちょっと懸念点ではあるんですけれども、まあその辺も含めてですね、今後キャンプ行ったりしながらちょっとずつですね、レビューしていければなと思ってます。このストーブ自体は、日本円で3000円ちょっとなんで、そう考えるとですね、いい買い物なんじゃないかなと思います。
キャンプ結構行かれてる方っていうのは分かると思うんですけれども、やっぱり今昼間って暑いじゃないですか。昼間暑いんだけど、夜ってね結構寒かったりするんですよ。で寒かったりするし、例えば海沿いとかで風が結構吹いてる時とかっていうのは余計にねやっぱり寒いんで、焚き火とか以外にこういうちょっと暖房器具があるとだいぶ嬉しいんじゃないかなと思ってます。これは多分ね相当活躍しそうです。はい、ということでですね、今回はこのガスランタンと、ガスストーブ、こちらの方をですね使いながらどんなものか見てみました。もしですね気になるものがあるようでしたらチェックしてみてください。それではまた次回に。